いやー、映画って本当にいいもんですね。映画に駄作はない。どの作品も名作だよ。ネットフリックスのすすめ。ネットフリックスのすすめ。本日はネットフリックスオリジナル映画のレビューです。先日拝見したのが He's All That。 2021年8月27日配信されました。ロマンティックコメディ映画、恋愛をテーマにしたコメディ映画となっております。早速評価点つけていきたいと思います。あらすじは、親友との賭けに乗ったインフルエンサーがモテない男子をプロムの主役に変身させるべく大奮闘、人気青春映画She's All That のリメイクとなっております。She's All That はモテない女子を変身させるので男女を逆にした作品ですね。まあ内容はですね、王道のティーンラブストーリーですね。何のひねりもないと言ったら失礼ですけど、まあ王道のティーン映画となっていますので、頭使わなくていいし気軽に見れて、雰囲気は明るいしテンポもいいですよ。サクサク話が進んでいくので、場面場面もう少しね、こう丁寧に描いてほしいなとか、もう少しこう細かく描いたら量とか時間増やせるよって思ったりもしたんですけど、まあ少し足りないぐらいがちょうどいいのかなと思って、いい仕上がりになっております。イケてる主人公の女の子がモテない男子をイケメンにこう変身させていくんですけど、昔と違うね。うん。今時って感じです。僕らの時代って、で学校のもうこの校内の人気者とかじゃないですか。今はインスタなどの SNS があるから人気者の知名度が校内だけじゃ済まない。ちょっとした芸能人、有名人なんですよね。携帯スマホはマスト。 SNS 多投するあたり、ああ今時だなって見ながら、ちょっとこうゴシップガールを思い出しましたね。物語はサクセスストーリーも入っているので若い女子に人気なのかなと思いました。なのでプリティユーマンとかプラダを着た悪魔、好きな方は多分好きだと思います。評価は7点。続いてキャストなんですけども、主演はパジェット役にアディソン・レイ、キャメロン役にタナーブ・キャナンがキャストなんですけども、アディソン・レイは現役の TikToker でTikTok フォロワー数7780万以上。すごい。アディソン・レイ、もちろん可愛いんですけど、なんて言うんですかね、こう、モデルとか女優みたいな感じでこう着飾ってなくて、妙にこう親近感が湧きます。スタイルも細くて、スタイル抜群ってわけでもなく、まぁ、ちょっとぽっちゃりしてて、それもまぁ、今風なのかな。痩せすぎはやっぱ良くないので、流行りもあるのかな。男はね、案外ぽっちゃり好きだからね、いいと思います。まあそういったあたりも親近感があるのかなと思いますね。それで声が可愛いんですよ。作中にカラオケのシーンがあるんですけども、ケイティ・ペリーのティーンエイジ・ドリームを歌うんですけども、もちろん原曲知ってますよ。でもぶっちゃけこっちの方がいい。アディソン・レイが歌うティーンエイジ・ドリームの方が僕は好みです。なので、もうそのシーンがね、めちゃくちゃ良かった。どうやら歌手としても曲を出しているので納得しましたね。そしてタナーブ・キャナン、もちろんかっこいいです。出てきた瞬間、あれこの子コブラ界の人じゃんってすぐ気づきました。でこの作中に乗馬しているシーンがあるんですけど、もうね、良かったですね。かっこよかった。ということで評価は8点。続いて BGM、まあ、曲なんですけども、作中に流れてる曲はケイティ・ペリーから日本でもおなじみのアーティストの曲がたくさん使われててすごく良かったですね。で最後に流れる曲がキスミーなんですよ。やばい。アーティストは CRN、 読み方合ってますかね。まあ正直絶対かかると思ってたけど、いいところで流れるんですよ。もうその曲が流れた瞬間ね、もう全部持っていかれました。ということで評価は満点10点でございます。続いて中毒性なんですけども、これ配信されたのが2021年の8月で、配信してすぐ僕視聴してるんですよ。で今回2回目ということで、サクッと見れて明るい作品で、見終わった後も温かい気分になれるのでいいですね。
この映画終わってすぐにケイティ・ペリーの曲もね、聴いたりとかしてるので、まあ中毒性はありかなと思います。なので評価は7点。最後に感動、心に残るなんですけども、感動はしません。でも、温かい気分にはなれます。これね、配信したての時は、ネットフリックスでは、シーズオールザットは確か配信されてなかったんですよ。でも先日ね、この2回目見たでしょ?その時はあったの。だからこれ見終わってすぐシーズオールザットを見ました。シーズオールザット、この元になった映画なんですけども、1999年公開の映画です。この映画の主題歌といいますか、シックスペンス・ノン・ザ・リッチャーのキス・ミーがすごく有名ですよね。ザック役にフレディ・プレンゼ・ジュニア、レイニー役にレイチェル・リー・クック、ディーン役にポール・ウォーカー、キャンパス DJ 役にアッシャー、まあ他にもね、マシュー・リラードとか出てますね。見たのは何年ぶりぐらいでしょうか。中2ぐらいの時に確か BS か地上波の深夜で見た記憶はあるんですよね。正直大まかな内容は忘れちゃいましたけども、今回しっかり見てやっぱいい作品ですね。中学生の時に見た時はあまりいいとはね思わなかったんですけど、今回見たらやっぱいいわ。映画って不思議よね。年齢ももちろんあると思うんですよ。いろいろ経験してみるのと、見た時の自分の置かれている状況、精神状態でもね、印象が全然変わってきますから、昔見た時はいいと思わなくても、もう一回見たらめっちゃいいとかありますもんね。いやー、映画って本当にいいもんですね。映画に駄作はない。どの作品も名作だよ。いや、本当にね、どの作品も名作ですよ。シーズオールザット、映像はその当時のままというか、ちょっとこう荒れて見にくいんですけども、主人公のレイチェル・リー・クックがめちゃくちゃ可愛い。あと若かりしポール・ウォーカーも出てるんですよ。あのワイルド・スピードでおなじみの、変わってない、めちゃくちゃイケメン。ぜひおすすめしたいのがですね、まずヒーズ・オール・ザットを見て、その後シーズ・オール・ザットを見てほしいんですね。まあ逆でもいいんですけど、シーズ・オール・ザットを見て今回のヒーズ・オール・ザットを見ると。この二つの作品を見て、両方の作品にレイチェル・リー・クック出てますから、ぜひこれもね、作中でチェックしてほしいなと思います。すぐ気づくと思いますけど、元となるシーズ・オール・ザットも見て、この作品の良さをまた改めて感じてもらう、今風に、今の時代に合わせて作ってますから、ちょっとね、今回はね、反則かもしれませんけども、二つセットでおすすめです。評価は8点です。合計は40点となりました。はい、ということで皆さんね、高評価ぜひコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。今回はここまで。それではまた次回、バイバイ。